はい、ストックインアメリカです。今日はお家でパフェパーティー、それでは作っていきましょう。質問や感想のある方はコメント欄にお待ちしています。はじめにいちごのソースを作っていきましょう。いちご 230g を小さく切ります。鍋の中に半分の量のいちご、グラニュー糖大さじ2、コーンスターチ大さじ1/2、レモン汁大さじ1/2を入れ、粉っぽさが大体なくなるまでヘラで混ぜます。中火弱で5分ほどいちごが柔らかくなるまで煮ます。焦げつかないように途中何回かかき混ぜましょう。いちごが柔らかくなったらもう半分のいちごを入れ、ひと煮立ちしたら火を止めて、いちごのソースの出来上がり。パフェにのせるトッピングの準備をしていきます。今回はマフィン型にお好みのトッピングを入れていきます。バナナは斜め切りにしました。いちごはハート型に切ります。先ほど作っておいたいちごソース、ホイップクリームを作ってパイピングバッグに入れておきました。お好みのアイスクリームとスクープ、器を用意したら盛り付けていきます。パフェパーティー、とっても楽しいので、皆さんもぜひ夏休みにやってみてはいかがでしょうか。今日も見ていただいてありがとうございます。もしよろしければ、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた。